まあちゃちゃ、ずいぶん頑張ってますね。うわっ、びっくりした。あのね、不死鳥の居場所探し、リアとシーネちゃんと競争なの。ああ、リアは匂いで探すって山の中だし、シーネちゃんは学校の図書館だし、私も頑張らなくちゃ。それはそれは偉いわ、ちゃちゃ。頑張ればきっと報われるわね。そうですね、でもあまり根を詰めると体に毒ですよ。その心配はないよね。ですね。私は用事で出かけますから、留守番お願いしますね。いってらっしゃい。うわっ、あ、お客さんだ。はーい。あ、こんにちは、ヤッコです。ちょっとそこまで来たので寄ってみました。ヤッコちゃん、セラビー様ご機嫌いかがですか。セラビー様、セラビー様。変ね、ドアは開いてるのに誰もいないなんて物騒だわ。ここに一人いるんだけどな。あら、ちゃちゃ、クビにならずにまだいたの。ったく、セラビー様がお出かけならそう言えばいいのに。ちゃちゃったら。あんた何やってんのよ、本読んでんの、読まれてんの。あ、ちょっとね。ふん。そうだ、ヤッコちゃん、不死鳥のいるところ知らない。不死鳥？何それ。あ、知らなきゃいいの、いいの。ったく、ちゃちゃさんいなきゃ私はとっくにセラビー様の弟子なのに。最初から気に食わなかったわ。ちゃちゃさん、お師匠様たちが帰るところですよ。あ、ほんとだ。よーし、セラビー様。はい。ああ、本物のセラビー様だわ。なんて凛々しいお姿。さすがは世界一の魔法使い。セラビー様、愛してるわ。とうとう告白してしまった。でもこれでいいんだわ。ヤッコちゃん、私の先生を知ってるの。私の先生、私の、うーん、長い間セラビー様を独り占めしていた弟子って、ちゃちゃ、あなただったのね。この子がセラビー様に唯一可愛がられている弟子のチャチャ、ニッコギチャチャ。私だって愛するセラビー様のところに弟子入りしたかったのよ。そしていつか可愛い弟子から可愛い恋人になってゴールインするのよ。行く人、チャチャチャ。とにかく、あんたみたいな子がセラビー様のそばにいるなんて許せないわ。何が赤ずきんなんかかぶっちゃって、全然魔女らしくないじゃない。だってこれセラビー先生の手作りだもん。手作り。ちゃちゃさん、煽っちゃダメですよ。リアくん、リアどこ。はぁ、びっくりした。マリンちゃん、リアは来てないよ。本当でしょうね、嘘だったら許せないわよ。油断はできないわ。ほんとほんと、本当にちゃちゃったらお邪魔虫。ヤコちゃんいたの。ご挨拶ね。でもちゃちゃがお邪魔虫ってことでは意見は同じね。ん、え、何マリンちゃん。別に、ちゃちゃさんいなきゃリア君はとっくに私のものなのに。お願いでござる、お願いでござる。うるさいわね、聞こえてるわよ。私、しつこい男の人嫌いなの。あっち行って。そんな、マリン殿、ではどうあっても拙者とお付き合いしてくれぬと申されるのか。そうよ、さっきから言ってるでしょ。わからぬ、わからぬ、拙者のどこが気になるのか。全部。バイバイ、海坊主さん、新しい恋を見つけてね。あ、マリン殿、マリン殿。あれ、止まった。手前が切れたのよ、巻いて巻いて。手間がかかるな。大きい波。うわ、重かった。やばい。うわ、
私みたいな可愛くてキュートな人魚にはもっとかっこいい男の子じゃないと。見たところ普通の人みたいだけど。どこだ、ここはどこだ、どこだ、君誰？あの、あれ、俺は誰だっけ、思い出せない。私マリンよ。そしてあなたは私の恋人。マリンの恋人？そうよ、恋人。いやー恥ずかしい。拙者の愛しいマリン殿に近づくとは許せん。さっさと手を引かねば痛い目に遭うぞ。どうだ、あの海坊主しつこいの、追っ払って。よーし、怪我する前に消えろ。なんだと？お主何者だ？俺はマリンの恋人だ。なに？え？こらバイト。キャー！すごい、もう超イカすわー、この人大好き。あの時一気に勝負をつけておくべきだったわ。そうよ、勝負は一気につけておくべきなのよ。あら、チャチャさん、ガンバ。電流が流れてる。ねえヤッコちゃん、やめようよ。ダメよ、弱虫ね。時間無制限、電流ビリビリ完全 KO、 泣いても許さないデスマッチ、始め。ああ、もう逃げられないわよ、始まっちゃったんだから。分かった、遠慮しないわよ。ピリってした。何やってんのよ。だよ、いでよ地震。でも飛んでれば平気なの。いいわ、出た雷。雷神があれば大丈夫なの。ハチ、やるわね、仕方がないわ。極めつけを出すしかないよね。待って、今度は私からヤッコちゃんが出そうとしてるのを出すね。な、できるの？じゃあやってみたら。地震雷カジ親父、呼ばれた。まずい。なんなの、あれが親父？おじやか。おじや、おじや、おじやだのに、ちゃちゃったらブリブリのボケボケで。あれはしがらしか。そうよそうよ、あんたは確かにそういうところあんのよ、あん時だって。いいや、よかった、無事だったのね。いいや。君誰？えそんなこと言うの？なんでって？なあ、あの子誰だよ？え、やばい、知り合いだわ、記憶が戻っちゃう。ん？知らない子よ、行きましょう。待って、どうして行っちゃうの？リーヤ！だって、俺、マリンの恋人なんだ。チャチャって名前どこかで。やだ、ほっときなさいよ。どうしよう。でも確かに聞いたことある名前なんだよな。チャチャさん、誰だっけ。ん、リーヤの子か。キャー、何す
君誰？え、リーア、お前まさか記憶が。わーい、ふわふわ。あとがまそうかそうか、よし、わかった。キャテさんは僕に任せて、君は末永く人魚さんと暮らしたまえ。あいついいやつね。バンザーイバンザーイバンザーイ。なぜでござる、なぜ拙者がモテずにあのような小僧が。拙者にもっと力があれば。力を貸してやろうか、人で。誰でござる。何者。その体もらい受ける人で。チャチャもチャチャだけど、シンネちゃんもだらしないわよね。そうよそうよ、シンネちゃんが頑張ってれば私は苦労しないで済んだのよ。そうだそうよね、シンネちゃんが悪い。シンネちゃんはあの時一気に勝負をかけるべきだったのよ。いやリーヤさえいなければバッチク。これでチャチャさんは僕だけのブドーズク。お、あれはいたいた、チャチャさん、あんなところにいらっしゃいました。さあ涙を拭き、君には僕との未来が待ってるんだから。チャチャさーん、うわーい、チャチャさーん、あはーるはーん、さあ来ましたよチャチャさん。いやのバカ。あ、シーネちゃんごめん。お構いなく。それはそうと、チャチャさん、リーアからのメッセージです。彼は学校も辞めてここに残るそうです。で、皆さんによろしくって。そらもう笑顔で。嘘つきになってしまった。リーア、私のこと嫌いになったのかな。大丈夫、チャチャさんには僕がいるじゃないですか。さあ行こう、あの小島まで遊びに行きましょう。うん、それでなくちゃ。さすがチャチャさん。口説くのにおどおどしちゃダメよ。男のくせに気が弱いんだから。そういうあんたはどうしてたのよ。もちろん頑張ってたわよ。ねえ、どっか遊びに行きましょうよ。ん？どっち見てるの？私はこっちよ。あ、ごめん。ねえ、私この辺詳しいの。サンゴの入り江がいい？海賊の洞窟もあるわよ。聞いてな。よし、魔法のステーキ使っちゃおうかな。え？魔法？マリ、マリリン、マリマリリン。魔法？どう？私綺麗でしょ？魔法、見てな。魔法、魔法。もう！何そわそわしてんの？あの子たち知らない人でしょ？うん。でもあの女の子泣いてた。あなたまで悲しい顔しなくてもいいじゃない。なんだかすごく悲しいのだ。そう、なんだ、泣けばいいわけね。こんな可愛い恋人がありながらあの子のこと好きになったんだわ。そうなんだわ。そんなこと、そんなこと。そうなのかな。考え込まないでよ。ダメよ、あなたは私の彼氏よ。誰にも渡さないだから。うん。島だ島だ島だ。悲しいですね、チャッチさん。なんか叫ばずにはいられない性格なのね。やっぱりリーアがいないと。リーアがいないからって何です。ふわふわだって僕の魔法で。そう、どうです、これならふわふわ気持ちいいですよ。リーア、しまった、逆効果だ。私やっぱり戻る。そんな、あ、チャチャさん。戻ってもあいつはチャチャさんのことを。違うの、あんなの本当のリーヤじゃない。何か訳が。私リーヤを信じてる。そんな。シーネちゃんって見かけよりドジなのよね。見かけよりすごいのはチャチャの執念よ。え、ちゃんとした少年。執念よ執念。
ったくこの天然ボケが。信じてる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 。ガルーガルーリアリアリアを返して。そうはいくもんですか。この子は私のよ。でっかい毛虫。眉毛だけ見るんじゃない。拙者は海の妖怪海坊主チャチャド。お命ちょうだい捕まってる。ちょっとなんで私を狙うのよ。チャチャさん、ここは僕に任せてください。今こそシーネちゃんのかっこよさを見せるとき。いでよ。あーシーネちゃん。海坊主一冊の技尺の水かけ。うわぁ溺れる。ほらシーネちゃんって決めるところを絶対決められないのよね。ほんと役に立たないんだから。惜しい。あの子さえいなけりゃ。なぜ戦わぬ少年よ。え、親が目こけたら皆こけた。おじさんたち誰。我ら通りすがりの親亀、子亀、孫亀です。その亀さんが何の用なの。それはね、ヒレパンチ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 。これはチャチャを泣かせたバスですよ。私の亀に何するの。さあリーヤリーヤリーヤ。はい、そういえばチャチャだよチャチャ。あ、まずい。チャ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 。なんてことするのよ。私の彼だったのに思い出しちゃったじゃない。ダメですよ、ちゃんと飼い主に返してあげなさい。完全に動物扱いされてるわね、あの子。チャチャ一掃シャッタイフ。うわぁいいよ。チャチャシーデちゃん、ビューティーセレイラー。ダメです、ギアが記憶喪失だから勇気の力だ。記憶喪失。あの時は私のせいだ。ごめんごめんね、リーヤ。我勝てり。そうは勝てるか、この野郎。私もリーヤ君がいないのにチャチャの寝顔見てても仕方ないし、平和よね。なんかイライラするわ。結構何よ。あ、すっきりした。ただいま。おかえりなさい、セラビー先生。チャチャ、まさか今までずっと寝てたんじゃないでしょうね。まさかで、不死鳥の居場所は見つかりましたか。でもいいの、明日からリーヤとシーネちゃんと3人で本格的に探し始めるんだから。休養は十分のようですものね。
とかなるわ。頑張るもん。不死鳥の剣の鍵を握る不死鳥を探して、私たちボーボー山っていうところにやってきたの。ところがそのボーボー山はちょっとしたことですぐ火事になっちゃう恐ろしい山だったの。こんなところに本当に不死鳥がいるのかしら。